こんにちは、 IT ジャーナリストあやのです。今回は上海で行われている MWC 上海2017の会場に来ています。香港在住の携帯電話研究家山根です。今日はですね、上海のモバイルの祭典 MWC 上海の会場でモトローラの最新モデルを触っていきたいと思います。こちらがモト Z2 プレイです。モトローラのですね、 Z シリーズというのは背面にアタッチメントをつけて合体できてしまう、それによって機能を拡張するスマートフォンなんですけど、それの最新モデルで、モトローラ Z というハイエンドに対して Z プレイというのは、まあ価格の安い、より買いやすい端末になっています。その Z プレイの最新モデルが Z2 プレイ。今回ですね、より本体が薄くなって、まあ、今までの Z プレイは、まあ、値段相応にちょっと分厚いかなと思ったんですけども、よりスリムになって高級感増しました。またカメラも良くなりましたし、 CPU とかメモリのスペックも上がったので、かなりですね、メインとしても使えるだけの性能を持っています。そして、今まで出ていたこのモト Z の、合体モチュール、こちらもですね、見事ピシャリとはまります。ですので、今市場に出ているモト Z の各モジュール、これがそのまま使えます。結構メジャーなところですね、このパッセルブラッドのカメラモジュールとか、これをつけるとモト Z2 プレイが、まあ、超高級高性能コンデジになってしまう。他にもスピーカーとかプロジェクターとか、この夏にですね、今度はゲームパッドモジュールとかも出てくるので、おそらくですね、これ1台買っておくといろんな用途に使える。そして日本でも発売されるので、まあ、今までになかったスマートフォンとしていろんな楽しみ方ができそうです。こちらモト Z2 プレイは前回より薄くなったということで、だいぶすっきりして、まあ、高級感が増して、女性が持ってもいいかなと思うような端末だと思います。フロントに LED ライトがついているので、このように綺麗にセルフィーも撮ることができます。ということで、モト Z2 プレイ、いかがでしたか？このね、モト Z2 プレイは、まあ、日本でも発表になって発売されたばっかり、モトモッツで拡張できるし、まあ、値段は悪くない、そして高級感もあって、さっさく動く、これはね、この夏、ぜひとも買いたい端末だと思います。買いだな。以上、IT ジャーナリスト綾乃が、MWC 上海2017、モトローラのブースからお届けしました。SNS のフォローと YouTube のチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。